皆さん、おはようございます。マーティーン。レアのミラクルボーイ、キングタクです。ベルサイユ宮殿、行ったりたいですね。フランス、パリから20キロメートル、南西にある宮殿でございましてね。はい。これで、ね、トリアノン宮殿もあって、大運があって、まあ、近く本館、あといろいろオレンジ園もあったそうです。1階と2階はもう王たちが、王様が住んでましたね。はい。王太子の居室とか、はい。いろいろあってね。はい。浴室あって、まあ、寝室あったそうです。2階は本当にすごいです。平和の間、王妃の寝室、大会食館、こう、食事されてる場所でございます。衛兵の間、まあ、階段あって、まあ、大理石の中庭があって、北条の間、これね、客を見そろえた宝物があって、ヘラクレスの間、あとはオペラ礼拝堂あってね、ディアナの間、マルスの間、メルクリウスの間、アポロンの間、戦争の間、いろいろあって、王の聖殿があってね、はい。マリー・アントワネットの居室がかつてあったそうですね、はい。調理でトイレはどうしたか。調理はまあ、王のもとへ運ばれ、430人が雇って調理や食事の世話を携えたそうです。残りは働く人たちに回されたが、それでも余るので、外の店ので町の人に売られたそうです。専用トイレがあったんですが、いろいろ空き椅子を使ったり、いや部屋の隅でしたりしたそうです。まあ、王様が住んでたベルサイユの宮殿ですね。はい。行きたいですね。というわけで、ベルサイユ宮殿裏話でした。バイバーイ。